昭和17年というと太平洋戦争が始まった翌年ですが、さてその年の今日、海政翼賛会は戦争完遂のために国民に体を鍛えて国の見立てとなれと号令をかけてましたね。そこで隣組ではこうして1、2、3、4と毎朝体操、そして赤ちゃんの体力検査も行われましたな。おお、よしよし、大きくなったら立派な兵隊さんになるんだぞってなもんだったんですね。そして妊産婦の届け入れ制なんてのも実施されて、お腹の中にいる時から国家総動員体制に仲間入りさせられたってわけですね。これは当時行われた先生道場の一つ、アルコーカ行ってんだそうですね。これはまあ今でもやってますがね、金もかからないし手っ取り早く体を鍛える。でも太りすぎ予防や美容のためではなく、あくまでもお国のために、歩け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 ってわけですね。おお、勇ましいいでたちで歩いてますね。暑いでしょ。当時連生のご本尊というのが収容団、団長に平沼喜一郎さんをいただいて団員10万人というんですから、大変なもんです。こっちは歩くなんて生優しいもんじゃない。もうかけてかけて、今度は川に飛び込んで、いえ、汗を流すんじゃないんですよ。必勝祈願、お祈りをするんですな。やってますね。そして女の子だってやりましたよ。若い者よ、いや全国民よ、体を鍛えておけ。全てが戦争完遂のための戦時下日本の姿でしたね。